どうもこんにちは、なっちでございます。1月の8日水曜日、1月がもう1週間経ちましたが、今回もフレイヤです。フレイヤも実装から1週間経ったわけですね。つまり、フレイヤ艦隊というものを使ってみたいと思います。5人作りました。ただまだ作る余地はあります。まだ在庫あります。在庫って言い方なんか嫌ですけど、また降臨したら作りたいと思います。さあ、ということで、まず弱点がね、2つあります。まずね、指がないんですね。リーダースキル延長ありませんし、フレイヤも武器以外は延長持ってないので、操作時間5秒ということで、指バッチにしてあります。あとはね、木が作れません。なんで、運ゲーです。フレンドさんになんか、木を生成できるアシストがあったらいいんですけど、それがなかったら、運ゲーです。で、今回の趣旨としては、ずっとエンハンスをしたいという企画になってます。なんでもサブのフレイヤは常に使うっていう感じですね。ただこれ3ターン継続する上にヘイストも入るんで余ります。途中で。だから逆に難しいかもしんない。途中でこう余っていくんで多分。まあいいや、使ってみよう。想像ができん。フレンドみんなね、悪魔キラ4凸なの。枠解放してあんの。すごいよね。やっちゃってるよね。あ、ありがてえ。エアリスはあり。ありだけど木5個作るかな。作ると信じてエアリス。これでいきたいと思います。カーリーで欠損とかね、笑えませんからね。さあ、やっていきましょう。覚醒向こうが飛んできます。とりあえずこの追い打ちはすぐ溜まっちゃうんで、これ使って、まあ、パリンした方がね、火力は出るかと思うんですけど、エンハンスもあるんで、できれば、パリンなしでも倒せるぐらいの火力を出してほしいと。まあ、硬いやつにはパリンした方がいいと思うんですけどね。刀に手をかけました。木がありません。ありません。これってもしかして挟まないと終わるパターンかな？挟んじゃおっかな。このね、これね、指バッチだからできたこと。降ってこなかったこと。どうなる？よかったー。忍者敗退は避けましたね。これで伝わったかと思うんですけど、割と運ゲーなんで予想はしていましたが、こういうパーティーなんでね、よろしくお願いします。覚醒無効じゃなかったらこれも弾けたんですけどね。でこいつは絶対にパリン欲しいと思うので待ちましょう。でフレイヤは回復力がねすごい高かったはずなんで、リダフレまで行くと60万、200万、200万回復です。回復半減されましたけど、あれもエンハンスを使えば上書きできますから。 HP8 万あって軽減あってね、回復高いってもうすごいよね。艦隊で使うもんじゃないけど、バランスいいよね。お前はうざいな。これ困るな。一旦じゃあ、でも闇作ってくるもんねこいつ確か。一列で仕留めましょう。はい。危ない。イエス。はい、ここ怖いよ。ここ怖いよ。寄生生がいんのはありがたいね。こいつを落とせないと、もしくはこいつを貫通できないと、割合からの神秘ドーンが来るんで、それは避けたいんですよね。さすがに闇だけではね、削れないと思うんですよね。特に真ん中は絶対倒せませんから、ここで木があることが重要。あらま、あらま、お主ら悪魔タイプか。なるほど。そんな悪魔タイプに後悔するんだな。ただまあ神秘は貫通できないと意味がないので、つなげておいて貫通させますと。よし、ここも欠損があったらやばかったっていうね。はい、エンハンスがね、なこれ溜まっちゃった、エアリスが溜まっちゃったんでエンハンスが使えません。こういうことがあるんですよね。意外と欲張りだよね。ヘイストもあって3ターンも続くってさ、倍率こそね
現代ではちょっと低い方ではありますけど、だいぶ強いと思います。イアリスが溜まったということは次にフォークロア来てそこで使えってことなんだと思うので、それを信じます。アリン欲しいか。よいしょ、はい、オッケーです。あいつはダメだよ、あいつは。お、素晴らしいねシナリオ通りですね。ちょっと盤面良かったけど、これ使って、しかも木がある、これをねできればその欠損した時にねやってほしいですね。今回は覚醒無効解除っていう体で使いましたけど、エンハンスが消えておる、消えておるけど、まあさすがに悪魔タイプだしいけますよね。素でキラー持ってんの嬉しいな。山積みちゃんね。このフロアも怖いですよ、地味に。わー。わー。オッケー。とりあえずじゃあ今回はこいつを倒すわ。で、次に闇が降ってきてこいつを倒すっていう流れでいきたいと思います。多分どっちかは耐えちゃうんでね。一旦真ん中じゃなくてこいつを倒す。誰や？インシー。インシーが亡くなりました。僕の記憶ではムーシーなんだけど。ムーシーが五輪銃と。なんでそんな木がさ、なんでそれ今じゃないよ。しかも繋がって降ってくるっていうね、その、例えばそれがね、ここで倒さないといけないけど木が欠損してる、終わったって時にその落ち込ん来たらめっちゃかっこいいのにさ、もったいないわ。でもなんかさっきから木がめっちゃ降ってくるんで、これをキープしてほしいですね。序盤木たくさん降ってきたから後半降りませんみたいなね、ありそうなんで。悪魔タイプ殴るの気持ちいいな。で、ここもパリンさえあればおそらく貫通できますので、貫通させちゃってくださいと。はい、6コンボ。やばいなぁ。やばいなぁ。ここはじゃあ、オッケー。コンボを意識して、パリンはせずに、こうしよう。こうすればね、コンボがね、多少稼げますから。オッケー。あ、もったいないお化け。もったいないお化け。スフィンクスね、悪魔タイプね。じゃあいけるでしょう。火属性だろうといけるでしょう。あ、ちなみにゴエモンが耐えれるかは知りません。受けてみてからのお楽しみです。まあ、耐えれんかったら楽しくないんですけどね。やっちゃってください。闇の落ち込んナイス。はい、楽勝。ソティスが来ても多分調整はできます。出やがったな。出やがったな。危ねえ。危ねえ。よう耐えた、よう耐えた。追い打ちしたいよね。しようか。いや、こいつ、柔らかいやろ。頭軸やろ。柔らか頭軸やろ、こんなやつ。多分。おい、コンボ数、コンボ数いけるんだ。これは頭軸ですね。わあ、うわ、使いてー、使うわいやえ、ダメだ。こんなとこで使ってはあかん、こんなとこで使ってはあかんとわしの何かが言っているので、ここ闇で1ダメージ与えます。1っていうかダメージを与えておく。で、これによってオンドラツイオーネとか始まるんで、でもこれもさ、回復力やばいからめっちゃ高いから大丈夫だなっていう結論が僕の中で出まして、つなげなければね、火力もこっちは出ないわけですから。まあ、ブフェーラされた時がめんどくさいんですけど、
オンドラツイオーネを繰り返してくれればね、こんな感じでいけるわけですね。いや、ちょろいもんじゃないですか。ただ回復の欠損は効いていない。それしかしねえな。いいよ。多分二択なんだろうけど、それだけで今回はお願いします。ナイス回復の落ち込ん。ナイス回復の落ち込ん。お、いいね。最後の最後までこいつはね、寄生生をしませんでしたと。まあ、こっちが貴族生ってことは分かってるんだったら頭がいいかもしれませんね。エアリスたまるんかい。じゃあ使ってもよかったやん。まあ、カマエルが来たらね、使えますからね。カマエル読みでいきましょう。はい、15回です。シバさんです。悪魔タイプでしょ。ちょろいちょろい。しかもパリンも入っちゃいますからね。なんかごめんなさいね。パリンする方ごめんなさいね。パリン受けちゃう方ね。ごめんなさいね。だって列何個あんのよって話だよ、これ。相当あるよ、列。24個?半端ないっすね。さあ、木がありません。うわー。よくないねー。あんたよくないねー。嫌な予感するねー。とりあえず木出すねー。はい。うわ、降ってこないですね。降ってこない。あ、降ってきましたね。一回殴ってみましょう。多分ね、そんな削りすぎちゃったってことはないと思うんで、一回殴ってみます。ドロップの切り割る。コンボ数まあね、7コンボ強化とかないからいいんですけどね。コンボ倍率もね。はい。あ、言うても7あるんだ。これで半分ぐらい行くと嬉しい。結構行った。結構行ったね。闇の落ち込みが怖いからできればね、75% 張ってからやりたいっすよね。消えそう、消えそう。めっちゃ消えそう。大丈夫?大丈夫。いけそうですね、これは。降ってくんなよ。よし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 。これは耐えんだろ。さすがに。2パリンいっちゃうよ。2パリン。2パリンいっちゃうもんね。ギリギリですけどありますもんね。おい。耐えてみんしゃい。耐えてみんしゃい。オッケー。こうなってくると問題やっぱカーリーだな。お前はまあ水属性でまだ良かったかなっていうのが今んとこの感想なんだけど、悪魔タイプじゃないからどうなるか分かんないよねっていう。木の量的にはいい感じ。エンハンスがないの辛い。辛いです。これも使ってよくない?ねえ、1コンボ加算も無駄ではないかもしれんな。とりあえずエンハンスなしで殴ってみます。ずっとエンハンスするんじゃなかったのって話ですけどね。逆に管理が難しいんですよね。もうこれでダメだったら逆にエンハンス大事ってことですから。あ、大事だわ。むしろ水のこの辺で止まったの良かったわ。闇になってたらめんどくさかったですね。てか、暴れ狂わせるって手があるか。あんまりこいつとも最近戦ってなかったから、ちょっと、忘れておりました。まあまあ、その落ち込むぐらいはいいでしょう。よし、多分いけるはず。多分な。多分ね。多分ねちゃん。多分ねちゃん行きます。落ち込みお願いします。残念。いけますね。ゴエモンタイタンでヘラも大丈夫でしょう。おい、危ないですけどね。相変わらずヒヤヒヤしますけど、大丈夫だったんで。まあ今回は追い打ち狙わずに。てか色がないんで。
で、ここを闇だけで倒したいと。火を取っておきたいと。そういう狙いです。他のいらん色消しながら木を取っておきます。はい、まあまあ消えたけど、とりあえずこれであいつは大丈夫だ。こいつは大丈夫、メタトロンは大丈夫。ちゃっちゃと倒してしまいましょう。次に木がたくさんあることを信じて、なるべく色を消して、その木は消えないで。消えたー、消えたー、やべー、エアリスゲーム開始。いやだなー、怖いなー。一応2回チャンスありますから頼むぞ。さっき作ったからな、お願いします。めちゃくちゃ難しいことは言っていない。はい、一発目。おうおうおう。これの回復、あ、でも回復しかないんだ、これ。6つ。まあ、最悪5つでもいいや。お願いします。いけるかな ?5 つ、コンボカさんも使っておきましょう。不安ではあります。不安でしかありませんが、いきます。やるしかないんです。ね。はい。はい。はい。闇の落ち込んナイス、木の落ち込んナイス、10コンボナイス。あ、硬かったね、想像以上に。まあ悪魔タイプないですもんね。はい、ということで今回は負けです。敗因としては僕が5体しか作れなかったとこですね。そういうことにしましょう。僕が助っ人枠を用意できず、非生成を用意できなかった僕の責任にしましょう。これは誰も悪くない。俺が悪い。まあでもね、フレンドワークが、なんか、ね、なんでもいいんで、もう、なんならアルナイルとかでもいいんで、木を生成できれば多分なんとかなってたんで、木ドロップさえちゃんと確保してやれば、フレイヤちゃんやっぱ耐久力も凄まじい。火力も凄まじいですから、ぜひぜひ皆さんね、使ってみてください。なんか 7×6 編成が強いらしいんですけどね。まあそりゃそうか。なんでもそうか。基本そうだわな。はい、ということで以上、ナッツでございました。バイバイ。